ロデューサーの柿内彩子です。本日もよろしくお願いします。インスタの DM の方にねご質問が来たので今日も解説をしていきたいと思います。バツエクサロンへ行く前に気をつけることは何ですかというご質問をいただきましたので、 NG のこととチェックしなければいけないこととかも含めてお話していきたいと思います。まず一番質問されるのがメイクはしていってもいいですかということで、まずアイラッシュカーラービューラーは NG です。これをやってしまうと自まつげの状態もわからないですし、つけた時にやっぱり取れやすくなってしまったりとかする原因になるので、絶対にアイラッシュカーラーはしてこないようにしてください。マスカラをまつげに塗ってきてしまうのも NG です。当日取ったりするのにこすってしまったりとか、油分があるようなクレンジングとかしちゃうとやっぱり取れやすい原因とかにもなってしまったりもしますし、当日はまつげには何もない状態で来ていただくのがベストです。コンタクトレンズも NG です。コンタクトケースを持ってきていただいてそちらに入れていただくのも大丈夫です。施術中はコンタクトをしないで受けていただく方が、ブルーって言って揮発性の成分ですね、ホルモンアルデヒドが出るような成分が浮遊をしますので、コンタクトレンズは基本的に NG ということで、来る前にコンタクトレンズをされている方は気をつけていただきたいと思います。あとまつげ美容液なんですけども、こちらも当日ですねしっかり塗ってきてしまうと、まつげ美容液の中には油分が含まれているものが多いこともあるので、まつげ美容液も基本的にはつけてこない方がいいです。あとですね、皆さんですね、事前にインスタとかいろんなものを見てですね、こういったイメージの、まつげになりたいんだっていうイメージだけですしっかり伝えれるように画像に持ってくるとすごくコミュニケーションが取りやすいので、画像を持って行っていただく方がいいと思います。当日の体調チェックも必ず行く前にしていただきたいと思います。体調が悪い時、ホルモンバランス生理が来たりとかしている時っていうのはアレルギー反応が出やすいです。なのでまつげエクステの場合はブルーアレルギーとかがやはりアレルギー体質の人とか、そういった体調が悪い時グッと出たりとかもするので、なので体調がいい時にすることをお勧めさせていただきます。あと行く前にサロンのチェックもしていただきたいんですけど、初めて行くサロンでですねしっかりカウンセリングをしてもらいたい人はしっかりねコミュニケーションが取れるようなカウンセリングに時間を割いてくれるようなサロンかどうかっていうのも事前に口コミとかホームページを見てチェックすることをお勧めさせていただきます。ざっとお話をさせていただいたんですけども、行く前にねやはりこう気をつけてるのと気をつけていないのではトラブル回避をしたり、まつげエクステの持ちが変わったりなりたいイメージに近づけたりするので、やっぱり事前準備っていうのはすごく大事になってくるので、こちらの動画をですね初めて行く方は参考にしていただければなというふうに思います。それでは今日もありがとうございました。また何かまつエクのことでも何でも結構です。元に関する質問何でもお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。